だから利上げして吸収しなきゃいけないんだけど、うん、吸収すると銀行がおかしくなる。銀行今回みたいになっちゃったよね。うん、これ猫さんがもし FRB の議長だったらこれどういう選択します？うん、あ、利上げします。もっと速やかにやります。もっとガンガンやっちゃう。ガンガンはできないんだけど、あのそもそもね、FRB が金融緩和を始めた時にインフレが上がってきたわけですよ。うん、期待がね。上がって。だけど、これは一時的なもんだって言い続けていたわけ。うん、一時的で終わるわけないんじゃん、あんだけお金すれば。そうですよね。そう。だけど一時的で手がつけられなくなったわけ。うん、それで慌てて、テーパリング始めたわけでしょ。うん、それで、今度、株価が下がってきたら、手を緩めたりして、株価は下げたくなかったから、FRB は。うん、ね、それをもう両方いいとこ取りしようとしたんだよね。無理ですよね。無理無理。だから80年代のインフレの時を考えたらいいわけ。うん、金利 20% までやっちゃったんだから。うん、今 5% ですよ。今回やってあげて。そうか。80年代金利 20% まで。20% まで上げちゃったの。インフレ退治するために。インフレがどんどん上がっちゃう。上がっちゃうから。そう。金利 20% よ。まあね、日本でもその、あれですよね、バブルの末期郵便貯金の10年ものが 10% くらいついた時ありましたよね、うん、だからまあ 5% ってずっとゼロ金利の生活が長いからこう高いイメージがあるけれども、うん、あるんだけどもう全然そんなことなくて、だしインフレ率から考えると早くもう経済を冷やしてでもインフレを抑えないともっとひどいことになるから、長引くしそう傷が強くなると、うん、逆にですね、今日最終回ということで、うんうん、猫さんが財務大臣なり、うん、あの日銀の総裁だったら、うん、今日本の金融政策どうします？いや、もうもっと金融緩和しますよ。もっとする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 。うん、でもっとして、うん、それで財政政策等に関してはどうされます？うん、とりあえずね、YCC、イールドカーブコントロールは撤廃。ですよね。うん。それでもっと、国債の流動性を高めるために、規制を撤廃して、証券会社だろう、銀行だろうが、もっと日銀の国債を買えるようにしちゃう。うん。うん。政府の国債。政府の国債をね。うん。を買えるようにしちゃう。買えるようにしちゃう。でも今、売り物がないって騒いでますよね。だからもっと吸っちゃえばいい。あ、すれば売り物が生まれると。そう。あ、そういう理屈なんですね。そう。まあ確かに今の日本、まあそれでもインフレ率日本も上がってきてますよね。上がってきたね。うん。でもまだまだ。でも、吸っちゃって。する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 。インフレ率容認すると。容認する。まだ。まだ。そう。だいたい 2% のインフレ目標なんか低いんだから。4% でよかったの、最初から。うん。インフレ目標 4% ぐらいで十分だと。十分だったの、最初からね。まあでも考えてみたら、世界中がインフレを起こして、GDP が伸びていっている中で、日本この30年、ほぼゼロとかマイナスだったわけでしょ、うん、そう。ただまあインフレ率の目標を上げるんであれば、やっぱり個人の所得も上げていかなきゃいけない。うん、これも同時にやんなきゃいけない、うん。所得がそれ以上に上がれば問題ない。上がれば問題ない。で所得がそれ以上に上がれば、結果的に時間はかかるけれども、年金も上がってきますからね。うん、物価と賃金に合わせてこうスライドするわけですから、うん、年金部分も問題なくなると、うん、だから今までだから経済がどん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 こうシュリンクしていったのの逆転をさせるというイメージでいいですか、うん、いいです。いいし、一時その円安がね151円までいって大騒ぎしたんだけど、うん、その時すごい為替差益で政府は持ってたわけですよ、日銀もね、お金、うん、特会で特会でね持ってたんだけど、あの時だって、いやもう円安で円安で騒ぐんだけど、いやドル資産があるんだから、そのドル資産を根拠にして、なんか吸っちゃえばよかったね。あ、国民に。でね、本当一番いいのは、ベストは、これは物理的にできないんだけど、ドル紙幣ないから、いくら外貨持ってる。ああ、そうですね。本当はもうマイナンバーでさ、個人の口座にね、ドル預金をドルで配っちゃえばよかったの。ただ、それが物理的にできないから、ドル、円と交換できる。ドル債を吸っちゃえばよかった。俺はあれだったら考えるね。ああ、ドルを裏付けにして。こんだけ儲かったから、はいはい、ドル儲かったから、何十兆円あるから、はい、一人頭ね、ただの10万ぐらい
10万円相当分のドルをね、マイナンバーで給付して、けど使えるのは円なんだけどね。最終的にはね。そう、で口座作っちゃえばいいの、みんなの。外貨口座作っちゃえばいいの。それで国民に分け与えて、それは交換して円に交換して使えちゃう。持っておく人は持っとけいいの。まだ円安が続くかもしれないんだから。まあ、ある意味それも外貨準備になりますしね。そう。そうですよね。表面上、バランスシート上ね、プラスマイナスおかしくならなきゃいいの。確かに。ドルをね、配るのって物理的に無理じゃん。ドルがないから。なければ、現物がなければ。マイナンバーでさ、外貨口座バーンみんな振り。まあ、外貨口座で数字上のドルであれば問題ないと。これで日本に交換して使ってください、いる人はと。10万円ぐらいピューフしちゃえばよかった。そうすればお金がダブつくから急激に経済は良くなる可能性はありますよね。まあ、コロナの最中に10万円配ったけど、コロナでみんなが活動できない時に金もらってもですね、死亡しちゃうだけですもんね。活動できるようになってから配れば、確かにそれは使う人が多いでしょうから、動いてくるでしょうね。いや、理想的な為替水準ってどのぐらいだと思ってます？今の状況。今の状況ね。いやー、僕はずっとこの10年とか20年スーパーに見たら125円ぐらいがいいなと思ってて。それより高くなる、円が安くなっちゃうと、結構海外から物買うのが不便になるし、逆にそれより高くなると今度日本企業の業績が悪化しちゃうし。そう。だから、パリバショック前のね、水準が124円ぐらいだったんで、もうそのあたりって良かったんですよ、バランスが。僕らの肌感覚でね。だからもう為替相場っても絶えず天気と一緒だから、どれがベストってないんで。まあ、その時期時期で変わりますよね。で、その為替相場に対応して商売もやんなきゃいけないのは当たり前だから、まあ何がいい、これがいいっていうのはないよね。まあ、ただ、ぬるま湯的な、イメージ的にぬるま湯なのが125円ぐらいじゃない。いいんじゃないかなと思うんだけどね。まあ、海外の今の感覚で言えばですよね。まあ、これが将来、世界のインフレ率とかによって変わってくるでしょうけれども、今の感覚的にはそのぐらいがちょうどいいんじゃないかと。まあ、私もそう思いますけれども、まあ、そうなってくると、量的緩和と、これ、そこでは少し矛盾が生じちゃうと思うんですけれども、為替という意味で言えば。だからこれその辺の舵取り、今度日銀の総裁変わりますよね。でどんなふうに見てます、新しい日銀総裁。いや、経済学者でね、やっぱりプロだからいいんじゃないですか。なんか変わる、かなりの変わってる方、そう、結構庶民感覚も持ってるみたいだし、いいんじゃない。まあ、変な意味で学者肌の人だと変な、こんな風に言っちゃう人いるんで、それダメなんですけど、実務も結構しっかり。もうしっかりしてるし、まあ何十年前から銀座で遊んでたみたいなニュースも出るぐらいだから、まあ、よなれしてると。そう、よく知ってんじゃないの？世の中を。世の中を。やっぱり世の中知らないとお金扱わせちゃダメですよね。それ当然ね。いやいや、官僚さんも含めて、政治家も含めて、なんかその学術学者肌の人たちが、だから変な意味でこのコロナの最中、こう MMT なんか非常に持ち上げた人たちがいたじゃないですか。いまだに MMT なんか考えてる人いるの？まだ騒いでる連中いますよ。あと令和なんかまだ言ってますし。あ、そうなんだ。いや、だって MMT でお金吸ったら希薄化するに決まってんじゃないですかっていう単純な話ですよね、これ。まあ MMT もね、各項目見ていくといいとこもあるんですよ、正しいとこもあるんだけど、全体的にはとんでもないんだから。そうですよね、各論は正解は確かにあるんです。あります、あります。各論いいとこあるんだけど、全体的に論理破綻してるんで、MMT を支持してる学者がいたらバカですよ。まあ、学者もいるんで、それが結構問題なんだけれども、まあ、という中でやはり、保守的な健全性という金融のあり方とともに、まあ、景気を良くしていくと、このバランスを取りながらうまく回していく必要があるということになるんだと思います。まあ、ここに来てですね、ちょうど今ウクライナで停戦協定も行われてますが、今回のその岸田さんのウクライナ訪問、多分この後行われる G7、
で、やっぱりグローバリズムが破綻していく過程に見えてきてるんですけど、うん、というよりグローバリズムがやっぱり転換してる、別にハングルリズムになっていくわけじゃなくて、うん、グローバリズムの枠組みが変わっていってるだけだからね、うん、まあ健全な、いや健全なんじゃないですか。まあ健全な、健全健全な、うん、まあそうですよね。だから人物金の移動の自由化なんだけど、これが世界中で別のルールを持つ者同士が今まで混在してたのがおかしいわけですよね、うんうん、中国とかロシアみたいな、うんうん、これだって全然システム違うのに、うん、同じルールの中でやったらそれ競争にならないじゃないですかと、うんうん、ないし、やっぱり行き過ぎたグローバリズムで、EU だってそうだし、ユーロなんかね、ドイツ通貨でさ、うん、それぞれ経済規模が違う国、国家でね、うん、あと、そう、財政状況も違う国が統一の通貨を持とうっていう理念がもう破綻して狂ってるよね。で、さらに EU の基本って全加盟国合意なんて、全員合意できるわけないじゃないですかね、うん、国増やしてったら。うん、だよね。うん。だからその、だってギリシャとドイツじゃ、だって経済情勢から全く違うわけじゃないですか、うん、まあけどそういう面においてはドイツが損してるよね、うん、まあまあ、うん、一方で通貨が安くなったんで、輸出産業にとってはプラスの面もあったと言われてますが、うんうん、なるほどね、はい、まあ、ドイツって日本以上に輸出に依存している比率が高いので、うんうん、そうなってくると通貨安っていうのは輸出産業にとってかなりのメリットがあると、うん、それでドイツが、まあ、あえて通貨安を容認してたんじゃないかなんていう話も出てきてますけれども、まあ、その辺のバランス感覚っていうのが今大きく変わりつつあって、その全体的にですね、世界が冷戦、1989年12月の9日ですか、冷戦終結宣言、その前の状態に何か戻ってってるような感じがしますけど、猫さんから見てどう思いますか。いや、戻ってるっていうより新しい局面を迎えてるっていう、そうです、うん、と思ってて、まあ必然的にこうなってきたのかなっていう感じ。無理っすよ、うん、それ無理っすよって、無理ですよ、うん、どっかに一回リセットボタンを、リセットっていうかガラガラっと崩さないと無理ですよ。ですよね、だって ESG だとかグリーンだとか非効率で非合理的なものを無理やり積み上げてきた。そう、それがこの数年間ずっと続いてきて、全部まあ新しいものが古いものを取って代わろうとしたムーブメントだったんだよね、うん、けどそれも全部普遍的なもん、歴史的な価値があるものに変えるうちにあってきて、うん、今銀行がそうなってるわけじゃん。そうですね、そう、もうそういうことなんだよね。いや、暗号資産だってそうでしょ、うん、グリーンだってそうでしょ、うん、ESG 関連もそうでしょ、うん、全部確かに普遍的なものの変えるうちにやってると。そう、革新的なね、新しいものなんですよ。これが古いものの座、歴史的な価値があるものの座を取って変わろうとしたムーブメントだったわけ。この十数年。2009年からね、うん、ちょうどね。うん、リーマンの後から。うん、まあ、これ中国も同じなんでしょうけどね、うん、アメリカ支配から。うん、中国が取って代わろうとしているということになるわけですが、ということで猫組長の経済セミナー最終回となってしまいました。ありがとうございます。昨年8月ガーシーこれからどうなるのかというお話をさせていた、逃亡する意思を示しましたよね、まあ、それはダメだよ僕はまあガーシーにお勧めするんだったら UAE から直行便で行けて一番いいよね。